Ladies and gentlemen, boys and girls, what's up? ドラチンです。さあ今日の動画はですね、よくライブ配信で概要欄、説明欄を分かってない、知らない人がいるので、今回ね、皆さんが今後ね、自分の配信だけではなくて、いろんな配信を見に行く際に概要欄、説明欄の見方をね、説明する動画になっております。もしねこの動画を見て、役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録高評価してくれるとめっちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。まず、概要欄ね、説明欄とは何かとお話ししますと、そこにはね、配信や動画に対してのルール、説明などがね書かれております。結構皆さんねそれをね見ずに言いたいことをねすぐにコメントで発言したりしてる人がいますが、ちゃんとねコメントする前に概要欄ね、説明欄は確認しておきましょう。まあこうやってね話しててもわからないと思いますので、一つ一つね動画で説明していきたいと思います。参考としてね自分の前の配信の動画で説明していきたいと思います。まず、配信を見に行くと初めはねこういう画面になると思います。ここから概要欄、説明欄を確認するにはまずコメント欄のこの×印を押します。でもね安心してください。消したらねもうコメントができなくなることはないので大丈夫です。そしたら、こういう画面になるはずです。そしてタイトルのこの矢印をね、タップすると、なんと概要欄、そう説明欄がね表示されるんですよ。はい。もしね、他の端末を使っていて矢印が表示されない場合はタイトルをタップすると大体は表示されます。そしてスクロールしていくとちゃんとね配信のルールなどがきちんと書いてあります。概要欄、説明欄をねちゃんと読んで、コメントにね戻りたいときは、ここをねタップするとコメントにまたね来ますので、そしてもしねパソコンで見ている方は、こういう画面になると思うんですが、ここのね、もっと見るを押すと、ドーンとこうやって出てきます。まあ、なんでね皆さんどの配信でも、動画でも、必ずねこの概要欄、説明欄を確認しましょう。はい、どうでしょう、皆さん分かりましたでしょうか。いや皆さんね、いや本当どの配信でも、まあ、どの動画でもね、必ずこの概要欄、説明欄というのをちゃんと確認しましょうね。概要欄を確認するのはね、配信やそして動画を見るにあたって視聴者のマナーの一つだと、思っていただけると嬉しいです。短い動画でしたが、まあ、これでねどうやったら概要欄が見れるのか分かったと思います。なのでね、もしよかったらチャンネル登録高評価、まだの方はねぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまたの動画でお会いしましょう。 See you again. Bye bye.